松ヶ根組や、下で火つけとるぞ。上等やろ。頭。ああ、村瀬、敵は何人や。頭。やってくれるやないか。おい、うちの組はいつからこんな武闘派になったんだ。ことは俺に任せろ。
お前の話を聞いてて分かったんだよ。悪いのは俺だ。何が？俺が不甲斐ねえばっかりによ。お前は組守るために危ねえ橋を、俺だってそりゃうすうす分かってた。だが知らんふりしてずっとお前の稼ぎを当てにしてた。今さら文句言えた義理はねえよな。つらかったろう。本当にすまん。お、親父、そんな。だからよ、これがせめてもの俺のけじめだ。親父にそんな責任なんか。それが親ってもんだ。親父、おやっさん、ダボ、もう俺はダメだ。早く逃げろ。何言ってんだ。行くぞ。カムロ署の黒岩だ。モグラの正体、黒岩がモグラだ。何？
じゃあ松金組長は。ダメだった。そんな。黒岩の野郎。え、今なんて。黒岩。こんな夜中に何しでかしたんだ、ヤガミ。なんだと、お前。ちょっとどうしたの。どいてください、ケンジ。彼には少し署で話を聞かせてもらいたいんですがね。いえ、病院に行かせるのが先です。必要ないでしょう。十分元気そうだ。医者でもないあなたにそんな判断ができるの。もし何かあれば私が責任取りますよ。責任取るって。いいよ、医者は俺も必要ない。俺なら大丈夫だ。今夜は災難だったな、八神。まだ終わってないみたいだけど。これ外してくれないのか。逮捕じゃないんだろ。悪いな、今ちょうど鍵が見当たらなくてね。羽村から全部聞いた。何をだ。あんたの正体だよ。センターの副所長を殺したな。ヤクザの目をえぐってきたのも、そして新谷を殺したのも全部あんただ。くだらない話だな。じゃあ取り調べを始めるぞ。今夜あのキャバレーにいたのは何でだ。あんたがモグラだ。今はこっちの取り調べ中だ。否定しないんだな。あなたは火事に気がついた時何をしていましたか。羽村を取り逃がしたのは失敗だったな。口を塞ぎ損ねた。誰が建物に火をつけたか分かりますか。お前はおやすさんを殺した。このまま逃げ切れると思うな。お前もだ。俺の後ろ盾はアドデックナインの莫大な利権だ。そいつを握ってる連中の目と耳がそこら中にある。もしかしたら警察やらの上層部なんかにも息がかかってるかもな。羽村の口が塞がれんのも時間の問題だよ。残念だがもちろんお前も逃げ切れやしない。その前にあんたの化けの皮を剥いで全部暴き出す。あんまり張り切りすぎんなよ、インチキ弁護士。黒岩さん、お電話入ってますが。おお、そうか。自分変わりましょうか。いや、ちょうど終わったとこだ。今夜キャバレーで起きた火事は闘争会と強霊会、暴力団同士の抗争によるもの。こちらの八神さんは偶然そこに居合わせただけだった。ご協力ありがとうございました。じゃあ私がお送りしましょう。
兄ちゃん、八神って人？ん？そうだけど。これ、あげる。何かな、これ。知らない。お兄ちゃんのお友達だって人に渡せって言われた。すぐに開けろだって。は？さすがは八神さん、見事な危機対応能力ですね。想定される被害への配慮までできている。楽しんでいただけましたか？先ほどのクラッカー、取引相手に差し上げている粗品でしてね。何の真似だ？おっと、申し遅れました。私、こういうものです。甲賀？おや、ご存じない？そうですか。でしたら京浜同盟の甲賀といった方が通りがいいでしょうかね。今日はね、ご挨拶に伺ったのですよ。我々なりのやり方でね。あなたのおかげで最近我が同盟の株はガタ落ちでしてね。これ以上あなたに大きな顔をさせておくわけにはいかないんですよ。勝手なことを。ではお手並み拝見と行きましょうか、八神さん。さすがですね。どうやら今日は旗色が悪いようです。参りました、降参です。あ、そんなあっさり。ビジネスにおいては引き際を見極めることも大事だということですよ。あの古賀松久が町のチンピラにコテンパンにやられたとなっちゃ、同盟の威信に関わる。取引相手に舐められちゃいますからね。チンピラはそっちだろ。ということで、あなたの始末は次回ということにいたしましょう。では後日また。結局因縁つけられたままかよ。杉浦、海藤さんはあの後どうなった？何日か寝れば大丈夫だって。モグリの医者に見てもらった。銃で撃たれてたからさ。闇医者なんてよく知ってたな。海藤さんから聞いてね。昔よく世話になったって。普通の医者じゃまずかったのか。僕もそう思ったけど、海藤さんがめんどくさがってさ。
入院してる場合じゃないって言うし。そっか。そっちも大変だったんでしょ。狂霊会のキャバレーが焼けたって聞いたけど。ああ、他にもいろいろあったよ。八神さんも少し休んだ方が良さそうだね。もう行くのか。海藤さんのこと知らせに来ただけだから。八神さんの無事も確認できたし、僕も今日はもう限界。そっか、お疲れ。誰？え？あ、真冬。まだ寝てた。なんかあったか？モグラの新しい犠牲者が出たの。また狂霊界のヤクザ。え？場所は松金組の事務所前。わかった、すぐに行く。